こんにちは、おはようございます。カイジね、ちょうど今ね、私もね、なんかその班長っていうシリーズとスピンオフの利根川っていうやつをね、なんかその切り抜きがバンバン上がってるんで何本か見たんですよ。やっぱ面白いですね。なんかこう、あの肉々しかった班長とか利根川がすごくコミカルに描かれてるところとか、本当に単なる企業人として宿泊してるところとかね、なかなか面白い切り口だなと思うんですけども、今日の話題はガラッと変わってですね、ちょっと頭を使ったらどうなるかなっていうところなんですよ。実はね、中国地区で最近の感染症あるじゃないですか。なんか7日間連続で、感染者0人っていうことで、まあ極端な話言えばね、誰一人そのウイルスに感染してないっていうことなんですよね。もちろん検査を受けてない人のことを考えれば潜在的にはいるっていうのはね、言うまでもないんですけども、でもずっとゼロが続いてるんですよ。でもなぜか一人で自転車を運転している少年もマスクしてるんですよね。バスの中もマスク、猫も杓子もマスク、なんでしょうね。いや、不思議だなと思うんですよね。だって誰もそのウイルス持ってなければどう映るんですかって話じゃないですか。で、全国レベルでも全国で1日30人とか50人みたいなレベルで、何なんだろうなと思うわけなんですよね。で、ワクチンがどうとかっていう話題も未だに出てるんですよ。で、厚生労働省のホームページを見てみると非常に興味深いことが書いてあって、例の新型なんとかかんとかはまだ発見されていませんが、厚生労働省としてはあるという仮説に基づいて対応しておりますって書いてるわけですよ。奇妙ですよね。そしてこんなことも言われています。新型なんとかウイルスの存在証明の賞金、つまりここにウイルスがありましたっていうふうに存在を証明してくださった方に対して賞金が1億3000万円出ていたんですけども、これがね2億円に上がったんですよ。どういうことなんでしょうね、これはね。いや、本当に恐ろしい病原菌になるものが広まっているのか、それとも全く別のものをそうだと言い張ってる人がいるのか、そもそも存在してないものに対して私たちはあるんじゃないのっていうふうな揺さぶりをかけられて真に受けてしまったのか、いや、様々ですよね。それこそね、今に地震が来るよって言われて、もしかしたら買ってもしょうがない水の備蓄を私はしてるのかもしれませんし、今にね、大変なことが起きるぞ、金がなくなるぞっていうふうな焦燥感に駆られてがっぽり稼いじゃったのかもしれませんね。それとも将来何もしてないけどもチャンスやお金が転がり込んできて、まあなんとかなるんじゃないのみたいに思えていたら、それが一番幸せなのかもしれませんね。さあ、頭を使うってのはどれのことなんでしょうか。果たして。それじゃあ、いってらっしゃい。